これからですね、荷物をまとめていきたいと思います。ピーチで行きますので、手荷物7キロ以内、こっちです、大体。まだ他にパソコンとかあります。入るかな、7キロ。あと、こちらがですね、20キロ以内にまとめなきゃいけないということで、どういうものを持っていくかということですね。もうガジェット系が多いんですけども、Mac は手荷物、Windows のノートパソコンは、送っちゃいますね。で、キーボードとか邪魔にあります。傘。その他小物。いろいろコード類。マウスも2つあります。あとは、重いけどシャワーヘッド。マイク。これ結構重いね。けど使うと思うからいいや。いろいろ。スキャナーも持ってきます。CD ケースも持ってきます。CD ドライブか。使うのかな？エコードット、アマゾン、ファイヤー、双眼鏡。あと、スポーツクラブというかジムで使う靴。あと、手袋もありますね。あと、薬類一式、印鑑。薬めっちゃ多いですね。あと、クリームとか、国際免許証、ハンカチは向こうだな。あとは、ダウン、ユニクロのダウン、水泳パンツ。そんなところですかね。これを20キロに収めて、段ボールに入れたいと思います。はい、旅行用のポーチに全部入れました。これ、買ってよかったですね。まとまりますわ。いろいろ、その項目ごとにね、やればいいので、入れればいいので。はい、ではこれを段ボールに入れます。段ボールにですね、ちょうど入りました。これで空港に送ります。楽天のね、プライム会員じゃない、なんとか会員で空港への送料無料になるというサービス使います。で、これで向こうの空港でですね、これのコロコロに乗せて、この段ボールを運びたいと考えています。